ゃあ後半を始めたいと思います。で後半はあの、歌手の、ソプラノ歌手の、リド・マイさんに、入っていただいて、私も今回の初めてご一緒させていただくんですけれども、近藤さんの作品、それから私の曲も演奏していただきます。とても楽しみです。それからもう一人、あのフロンボーン奏者の本田光平、彼はあのフロンボーンです。実は私、今年の2月に町文化会館で、あの左手のピアニスト、縦の泉氏のためにピアノ協奏曲の泉のコンセルという曲をね、町という熊本地震で非常に被害の大きかったところで初演をしたんですが、その時に彼はオーケストラのメンバーとしても入ってもらいました。でこれから演奏するのは、そのピアノ協奏曲の素材による作品で、崩壊と祈りという曲です。立野泉先生からピアノ協奏曲の依頼を受けて、すぐ熊本震災というのが発生しまして、まあ、あの阪神の方も阪神淡路大震災を経験されていて、やはり非常に苦しい経験をされたんじゃないかと思うんですけど、私もそういう震災があって非常にショックがありました。で、あのまあ、ご自身が脳溢血のために左手のピアニストとして復活されたのが立野泉先生なんですが、この新曲には復活のイメージを込めようと思いました。まあ、そのおかげで関係各位の努力もあって、2月の益城公演は無事終わったんですけれども、この第一楽章には震災の経験が反映され、まあ、私自身も4月16日に本震でもうすぐ近所の公園に避難して、それこそブルーシートの上で毛布にくるまりながら、腰を見上げながら、そしてスマホが警戒音を一斉に発生させるのを聞きながら、不安な一夜を過ごしたわけなんですけれども、その途中であの祈りの歌が聞こえてきます。ただ祈ることしかできなかった、そういう思いを込めた曲、それでは崩壊という